おはようございます。今日の甲子園、選抜甲子園予想をしたいと思います。昨日まで何日間だ、6日間終わって、10、16、17、18試合やりまして、13勝5敗ですね。今のところ13勝5敗。昨日もは3試合で2勝1敗。最後広陵と九国大付属は広陵が勝つと思ったら九国大が勝ちましたね。ちょっと予想が外れた。それで13勝5敗、今のところ18試合経過して13勝5敗、7割ちょっとぐらいですね、勝率的に。今日の3試合を予想したいと思います。第1試合、近江 vs 聖光学院。これも難しいな。近江も強いし、聖光も1回戦強かったんだよな。二松学舎破ってるし、どうだろうな。近江っぽい、難しいな。ちょっと聖光の勢い、どーっと難しいなこれ。聖光学院にしときますわ。でも近江勝ちそうだけど、聖光学院にしときます。第2試合、木更津総合 vs 金光大阪。これも難しいな。どうな、今年関東強いね。関東レベル高いわ。浦和学院、明秀日立、これを関東の木更津総合は山梨学院破ってるから、ここは木更津総合で。第3試合は高知 vs 国学院久我山。これか、今年東京があんま強くないかもしれんな。二松学舎も成功に負けたし、それに逆に高知、四国今年強いね。鳴門が大阪桐蔭、大方面の大阪桐蔭と互角に近い接戦演じてたし、その四国を制して1回戦も結構強かった高知高校、高知高校が勝つと思います。以上、本日の甲子園予想でした。